山崎ローマです。元廣監督の作品でアクション作品 で原作も本当に素晴らしい作品で、新田真剣佑さん主演っていう本当に素晴らしい映画なので、渡辺くんが言ってたと思うんですけど、私も断る理由がございませんという感じで、ぜひとも参加させていただきたかったので、本当に出演が決まった時は本当に嬉しかったです。本当に撮影現場の同世代が多い現場で、めちゃくちゃみんな仲が良くて、朝本当に部活の仲間みたいに、朝本当にすごく寒かったので現場に入ったらみんなで校庭をジョギングしたりとか、あとお昼休憩の合間でキャッチボールをして体を温めたりとか、本当にすごくすごく仲がいい現場でした。なんだろうな、もしタイムスリップができるとしたら、私は保育園の時代がいいです。本当に何か全力で遊んで、全力で昼寝をして、全力でご飯を食べてみたいな生活がすごく楽しかったので、保育園時代で全力で外で遊びたいなって、また無邪気に遊ぶ時代に戻れたらいいなとは思います。高校生の時は陸上競技部にデビューするまでの約1年間だけだったんですけど在籍していて、走り高跳びをやらせていただいてました。陸上部が練習しているところに夜間の夜間でも活動できるライトみたいなのがなくて、暗い中を結構みんなで走ってて、たまに野球部とかからボールとか転がってくるのを避けながら走ってたりとか、そういうなんか結構過酷だったなっていう思い出です。戦いたくないんですけど、本当は映画でも空手部だったりフェンシング部、剣道部とかは自分と対峙して1対1で戦ってたと思うんですけど、私は結構怖いので対峙するのが、弓道部で遠くから矢を打ったりとか、あと文化部のドローンを使って攻撃とか、ちょっと遠距離から攻めたいなと思います。良かった点は本当に戦いとか戦がない平和な時代に生まれたことが、本当に改めてこの作品を演じさせていただいて、なんか本当にそれって幸せなことだなと思っていて、でやっぱりいろんな人がこの平和な世の中を作るために動いてくださった、本当に恵まれた時代に生きているんだなっていうことは改めて実感しました。くだらないと思う点くだらないと思う点はないのかな。なんかくだらないこととかがたくさん、くだらないなって思うことで笑い合えたりとか、くだらないって思うようなことを楽しめたりするのも、すごく平和な時代に生きている証拠だと思うので、なんか、特にないですかね。いい夢っていうのは、なんか私は個人的にはすごく優しい目をしている人とかがすごく素敵だなと思っていて、でその中に目の奥に強さがあったりとか、何か自分で信念を持っている人の目っていうのはすごく素敵だなって、いい目をしているなっていうふうには感じます。自分を信じる、私もすごく自分を信じることがなかなかできないタイプだとは思うんですけど、やっぱりこのお仕事をしてて自分の自信をなくすこととか、自分にはこれできないんじゃないかなって思うことが本当にたくさんある中で、私はすごく守りたいと思うのはやっぱり両親だったり家族なんですけど、やっぱり自分を信じないイコール産んでくれた育ててくれた両親とかに申し訳ないじゃないですけど、自分が自分自身を信じて前向きに生きている姿を
見せていないと、こう産んでくれて育ててくださった両親にこう、申し訳ないなっていう、そういう姿を、ちゃんと生きている姿を見せたいなと思うので、まあ、大切な、守りたいと思う大切な人は両親と家族 で、その大切にする中で自分自身を信じれるように頑張っている感じです。一生懸命になれることはやっぱりこのお仕事を、女優さんだったりとか他にもいろんなお仕事をさせていただいてて、もうそうやって本当に一生懸命になった分だけすごくこう誰かの心に届いたりとか、いい影響を誰かに与えられるっていうことなので、なんか自分が一生懸命になった分こう跳ね返ってくると思っているので、なんかこれからも一生懸命頑張りたいなと思います。いや本当に、この先の未来もなんか人と人とが争うことなく、こう誰かの命とかが簡単に切り捨てられない世の中であり続けてほしいなと思いますし、そのためにやっぱりこのお仕事を女優さんとしてこう何か役を演じてメッセージを伝えるっていうことができる立場にいると思うので、これからもこう女優業とかいろんな役とかいろんな作品の思いをこう続けてこう伝え続けていけられるような女優さんになっていけたらいいなと思います。ブレイブ群青戦記、3月12日に全国公開となります。本当に今すごく社会も複雑な状況の中にあって、イベントだったり行事だったりスポーツの大会が中止になってしまって、すごく心を落としている方々だったりとか、あとやっぱりこう頑張ること、一生懸命頑張ったことって最後に結局報われないのかなって、そういった不安に思っている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、でもこの作品本当に一生懸命頑張ることの素晴らしさだったり、本当に一生懸命頑張っている高校生たちが本当にかっこよくてキラキラしている作品なので、ぜひいろんな人に見ていただいて、頑張ることの素晴らしさだったりとか、明日もまた頑張ろうっていう、そういう生きる活力になればいいなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。